中村俊介は、神奈川県横浜市と塚区出身の日本の、プロサッカー選手である。ポジションはミッドフィールダー。J2 リーグ、横浜 FC 所属。元日本代表。2000年と2013年に J リーグ MVP を、獲得。J リーグ史上初の MVP 複数回受賞者。他にアジアカップ2004 MVP、2006から07。 スコティッシュプレミアリーグ MVP などの受賞歴がある。横浜市世役で男4兄弟の4、男として生まれた。俊介の名前は、作曲家の菊池俊介から、母親が命名した。3歳で、サッカーボールを蹴り出した。4歳の時、一家は、横浜市戸塚区に引っ越した。幼稚園の体操教室では、小沼貞田にも教えを受けた、若林香央の指導を受けた。 1985年、新 NFC に入団し、サッカーを始める。1991年4月横浜市立、深谷中学校に入学、倍率50倍のセレクションに合格し日産のジュニアユースに所属し、二度の全国制覇を経験したが、ユースへの昇格ができず、1994年に、霧光学園高校へ進学しサッカー部に入部、一年生次には、 雑用も経験した。二年生次には、第74回全国高等学校サッカー選手権大会に出場し、三年生次には、第75回全国高等学校サッカー選手権大会で、準優勝を果たした。1997年、横浜マリノスに加入する。マリノスにおいて、最初の2シーズンの背番号は25番だった。 1997年シーズンの J リーグ優秀新人賞を受賞した。1999年のシーズンから10番に背番号を変更した。またこのシーズンには J リーグベスト11を初受賞する。2000年のシーズンは22歳で J リーグ最優秀選手賞、日本年間最優秀選手賞を受賞した。 J リーグ最優秀選手賞受賞者の中では最年少である。2002年5月 2002FIFA ワールドカップ日本代表への招集が有力視されていたが代表合宿で痛めていた足首の怪我が長引いたことや当時の日本代表監督であったトルシエの選考基準に合致しなかったことなどで落選した。怪我が癒えた。 直後の同年7月、イタリアのセリエーのレジーナに移籍、レギュラーを確保し、プレースキッカーを任され、7得点を挙げて、セリエー残留に貢献した。2003年6月、FIFA コンフェデレーションズカップ2003で3得点を挙げ、ブロンズシューズ賞を受賞。2003シーズンは出来得る限り代表戦に、出場したがコンディションを崩してしまったこと故障を、 繰り返したことが響いて、リーグ戦出場は激減してしまった。2004年2月、横浜マリノス時代のチームメイト奥大介の夫人、佐伯雛子の紹介で知り合ったタレント経験のある元、ペットショップ店員と結婚。同年7月、8月に行われた、アジアカップ、中国大会では、最優秀選手に選ばれた。 セリエ A3 年目となる2004から2005シーズンは終盤数千個そチコツエ炎や膝の負傷などで途中出場があったがほぼスターティングメンバーとして戦いクラブ創設以来の最高順位に貢献2005年3月にはガゼッタ・デロスポルトからレジーナの歴代ベストイレブンに選出された同年6月 FIFA コンフェデレーションズカップ2005で 一得点にアシストを上げベストイレブンに選出。セルティック FC の監督ストラカンにプレーを高く評価されセルティックに移籍することとなった。セルティックでプレーする中村セリエで3年間プレーした後2005年7月にスコティッシュプレミアリーグの2強の一角であるセルティックへ移籍。リーグ優勝と国内カップ戦優勝の2冠を獲得した。 2006年9月2006から07シーズンの UEFA チャンピオンズリーグに初出場する。グループリーグ第一戦オールドトラフフォードで開催されたマンチェスターユナイテッド戦でフリーキックによる得点を挙げ UEFA チャンピオンズカップから UEFA チャンピオンズリーグに改編されてからの日本人初得点者となった。続く対マンチェスターユナイテッド戦でも FK から得点決勝トーナメント進出を果たす。これはセルティックにとって現行の CL となって初日本人選手としても初めての快挙である。2006年10月14日、ダンディユナイテッド戦で海外リーグ戦における自信初のハットトリックを決めた。2007年4月、セルティックのリーグ戦連覇が決まり、実質日本人で初めて、 欧州リーグで連覇を経験した選手となった。2006から07シーズンでは、リーグトップの12アシストを挙げ、スコットランド PF 年間最優秀選手賞、スコティッシュプレミアリーグベストイレブン、スコットランドサッカー記者協会年間最優秀選手賞を受賞、年間ベストゴール賞も獲得した。アジア人の選手による、欧州リーグでの MVP 獲得は、 初となる快挙でもあった。2009年6月22日、横浜 F ・マリノスなどのオファーを断り、スペイン一部リーグの RCD エスパニョールへの移籍が決定した。ゴールドットコムが報じたところによると、日本人ミッドフィルダーには大きな期待が寄せられたが、スペインでの最初のシーズンはうまくはいかなかった。マウリシオ・ポチェッティの監督は中村が、エスパニョールで、 本来のプレーをすることができなかった理由として適用を挙げた。セルティック時代の恩師ゴードン・ストラカンが監督を務めるイングランド二部所属のミドルス・ブライフ・シーよりレンタル遺跡のオファーを受ける。しかし、二部への遺跡となることなどから中村本人が遺跡を拒否、代理人が説得へ向かうも中村が拒否したことでエスパニオールに残留することとなった。 2010年2月28日、かつて所属した横浜 F マリノスに移籍が決まった。2002年以来の J リーグ復帰となった。この2010年シーズンではリーグ戦全34試合のうち32試合に出場を果たした。2011年1月25日、チームは中村俊介のキャプテン就任を発表し、本人はその中でキャプテン就任について、 光栄なことと語った。3月29日、東北地方太平洋沖地震復興支援、チャリティーマッチ頑張ろう日本。にドラガンストイコビッチ率いる J リーグチーム AS1 の一員として参加した。2013年は、地震発のリーグ年間2桁得点を記録、また J1 第30節大分戦では、 通算17点目となる直接フリーキックを決め、遠藤康人が持っていた J1 のフリーキック、最多得点記録を更新。しかし、11月に、胆脳炎で入院し一時チームを離脱。一週間後に退院するも、その後チームは失速し9年ぶりの J リーグ優勝を逃してしまった。それでも、その年の J リーグアウォーズでは、 史上初の二度目のそして2016年現在最年長での MVP を受賞した。この受賞についてフルスセルティックからも公式ホームページを通じて祝福のコメントが送られた。2015年1月5期連続となる首相への就任が決まった。2月16日に左足首の手術を受け同月20日に退院。 その後4月22日に今季公式戦に初出場を果たすも5月には肉離れで再離脱となった7月19日のガンバ大阪戦で今季初めてフル出場同試合で直接フリーキックを決め J1 直接フリーキック得点ランキング単独1位に踊り出たこのゴールは7月の月間ベストゴールに選ばれたほか、イギリスメディアからも賞賛された その後、8月29日の浦和戦、10月3日の仙台戦でも直接フリーキックを決め、日本代表に選出されている GE 大阪の東口順勝、順将浦和の西川周作、仙台の六端雄二と現役日本代表 GK すべてから得点を決めている。2016年1月、クラブ史上最長の6期連続となる首相就任が決まった。 開幕戦は、インフルエンザの発症により欠場するも、第2節の福岡戦で、初出場し、直接フリーキックを決めた。その一方、シティフットボールグループの意向が強く反映され、中澤雄二や栗原雄三といった多くの功労者に、対して減報あるいは戦力外という判断を下したマリノスの、強化方針への不信感が強まり、シーズン終了後には、 マリノス対談へとの報道も飛び交った。年末には、かつて共に、日本代表で戦った、七海博士率いるジュビロ岩田と遺跡を視野に、交渉した。2017年1月7日夜、共同通信社が速報で、岩田との大筋契約合意を伝え、1月8日に、両クラブから正式に発表された。横浜 FM からは、 年俸1億2000万円の提示を受けていたが、サッカーだけに向き合い、燃え尽きたいと8000万円を提示した岩田への移籍を決めた。横浜 FM 側から見れば、この移籍による損失は大きく、公式サイトで声明を出すまでに至っている。開幕戦の C 大阪戦からスタメンでフル出場し、その試合の走行距離は両チーム合わせて一番だった。 3月11日に行われた第3節の大宮アルディージャ戦で遺跡後発の得点を得意のフリーキックで決めた。4月1日、第5節の清水エスパルス戦では初の静岡ダービーに挑み3得点に絡む活躍で勝利に貢献した。最終的にはシーズン30試合5得点を挙げ、昨季13位で残留争いをしていたチームを6位で、 シーズンを終えるなど加入1年目からチームの中心選手として活躍した。2018年シーズン序盤はレギュラーとして出場するも右足の怪我の影響で6月に手術を行った。9月頃から復帰を果たすもリーグ戦16試合の出場となり J リーグで自身初めてとなる無得点でシーズンを終えた。J1 参入プレーオフ終了後同シーズン限りで 岩田との契約が切れることを明かし、来期の動向について明言しなかった。12月14日、スポーツパラダイスに岩田の七海監督が出演し、クラブとしてオファーを提示していることを明かした。2019年1月9日、岩田残留が報じられ、1月12日、加入後3年目となる2019年シーズンも、背番号10を背負い、岩田でプレーすることが、 明らかになった。また、40歳は2019年シーズン J1 最年長となる。開幕戦の松本山が FC との試合にスタメン出場するも、その後は怪我の影響もあり、移籍が決定した7月まででリーグ戦2試合のみの出場となった。2019年7月11日、横浜 FC に移籍することが発表された。 自身初の J2 リーグでのプレーとなる。7月31日の第25節レノファ、山口戦で遺跡後初出場を果たし、10月27日の第38節東京ベルディ戦で遺跡後初ゴールを決めた。この得点は J2 の10月度ベストゴールに選出された。怪我の影響もあり、デビュー戦後は欠場する試合もあったものの10試合に出場し、 チームの J1 昇格に貢献した。2020年シーズンは2月23日に行われたビッセル神戸戦で開幕スタメンに名を連ねた。神戸に元スペイン代表のアンドレス・イニエスタが所属していることもあり、メディアから注目され、中村とイニエスタが対戦したのは2007から08シーズンにセルティックとバルセロナが CL で戦って以来13年ぶりとなった。 日本代表時代1996年、AFC ユース選手権1996の日本代表に選出され、6試合に出場し、カタール戦では1得点を決めた。1997年、1997FIFA ワールドユース選手権に出場し、コスタリカ戦で1得点を決めた。1998年初頭には、フル代表合宿に初参加した。 2月15日のオーストラリア戦で、岡田武史が監督を務めるフル代表に初招集されたが、この時は試合に出場することはできなかった。同年12月には、アジア大会 U-23 日本代表に選出され、クウェート戦で一得点を決めた。1999年、シドニーオリンピックの一次予選では、小野と司令塔のポジションを争ったが、 最終予選では怪我の斧に代わって招集された中田が司令塔を担い、俊介は主に左サイドで起用された。11月6日、五輪出場へ大手をかけた、ホーム国立競技場で行われた、カザフスタン戦では、勝利と本大会出場を確実なものとする、ダメ押しの3点目を、直接 FK で決めるなど、1ゴール1アシストの活躍で、チームに貢献。 2000年 U-23 代表に選出され、シドニーオリンピックにて4試合に先発出場した。2月13日には AFC アジアカップ2000のシンガポール戦でフル代表として初出場し、同月16日にブルネー戦にてフル代表初得点を決める。アジアカップ本戦では優勝とベストイレブンを受賞した。2001年、 3月24日のスタッド,ド・ドフランスで行われたフランス代表戦に先発出場をするも当時の世界王者を相手に0から5で大敗する衝撃的なゲームとなり前半のみの出場で終わるさらに所属する横浜 FM が残留争いに巻き込まれた影響もあり代表の招集から遠ざかり年内最後のイタリア戦には招集されるもベンチのまま出場できずに終わった 2002年2月には、東京、渋谷の東急東横天壁面への、日本代表オフィシャルユニフォーム、巨大広告に起用されるなど、2002FIFA ワールドカップ、日本代表への招集が期待されていたが、5月、代表合宿で痛めていた足首の怪我が長引いた、ことや、当時の日本代表監督であった、トルシエの選考基準に合致しなかったことなどで、落選した。ジーコが、 代表監督になると、すぐさま招集され10番を与えられ、中心選手として起用される。2003年6月、FIFA Confederations Cup 2003で3得点を挙げ、ブロンズ優賞を受賞した。AFC アジアカップ2004では、すべての試合で司令塔を任され、決勝でも全得点に絡むなどし、優勝に貢献。 大会最優秀選手に選ばれた。2005年6月、FIFA コンフェデレーションズカップ2 0 0 5で、1得点を挙げ、ベスト11に選出。セルティックの監督、ストラカンにプレーを高く評価され、セルティックに移籍することとなった。2006年6月、2006FIFA ワールドカップ、日本代表に選出された。しかし、体調不良と、重なりパフォーマンスが低下。 それでも、ジーコ監督からの信頼は高く、すべての試合に、フル出場。第一戦のオーストラリア戦では、自身の W 杯における唯一となる得点を決めたが、チームは、良いところなく2杯1分の未勝利で敗退した。2007年3月24日、キリンチャレンジカップペルー戦は、オシムジャパン発足してからの初戦出となり、2アシストで勝利に貢献した。 中田が前回の W 杯を最後に引退したこともあり、その後3年間はチームの王様として君臨し常に代表を敬遠していった。2010FIFA ワールドカップアジア最終予選のプレー代表の監督が岡田武史に代わってからも引き続きチームの軸として起用される。南アフリカで行われた 2010FIFA ワールドカップに向けては、 選手人生の集大成と意気込んでいたが、スペイン遺跡の失敗や疲労の蓄積が原因で大会を前に不調になっていく。大会直前になり、チームが連敗を続けると、岡田監督は本大会で戦術や選手企業の大幅な変更を決断し、一向に調子の上がらない俊介をベンチに置く決断をする。結果的に本大会では、 グループリーグ第2戦の対オランダ戦において64分から途中出場するにとどまった。帰国後の7月1日にこのワールドカップを最後に日本代表を引退する意思を表明した。フリーキックを蹴る中村俊介プレースキックの名手とされており、特に直接フリーキックを得意としている。ゴールに対して角度のあまりない位置から助走するのが特徴で、 軸足を地面に滑り込ませるように踏み込み、勢いそのままに上半身を押し出しながら、巻き上げるように足を振り抜く、独特のフォームである。もともとは大きく、弧を描くキックを得意としていたが、レッジーナ遺跡以降はスピードに重点を置いたキックを多用する。そのため、通常の選手は、カーブフリーキックの球は、時速90キロメートルほどだが、中村は、 時速1 0 0トルのボールを蹴ることができる。レッジーナ時代には、監督のマッツァーリは、中村はバッジョのようなもので、FW もできるし、MF もできる。素質のある選手は DF を抜くこともパスも出せるんだと、評した。プランデッリは中村について、創造性があって、相手をかわす能力を持った選手だと評した。セルティック時代には、 契約した数日後に参加した練習で FK をどの選手が蹴るかのコンテストがあり、そこで10本中10得点を決めて FK キッカーを任されるようになった。指揮官であるストラカンは彼は天才だという言葉を残し、巷でタックルができない選手だと批判されていることについて異議を唱えた。チームメイトであったドナーティは中は技術面ではチームでナンバー1だ。 他にも、マクギーディや、ブラウンらうまい選手はいるけど、中は、別格と述べている。エスパニョールでチームメイトであったデラペーニャは、中は、チーム内で一番技術が高い選手だと述べた。元日本代表監督であったフィリップ・トルシエは2010年5月、守備能力を考えた場合、中村を W 杯で起用しないことも検討するべきと、コメントした。 パベルネドベドはインタビューにて、日本人選手について問われた際、中村のテクニックを称賛している。本田圭介は2009年9月5日のオーランダとの、親善試合の後半18分に、FK キッカーをめぐり、当時絶対的な存在だった中村と衝突したが、後にも先にも、シュンさんより、FK が上手いと思ったことは一度もない。ただ、 あの時は蹴りたかったから主張したと述べている。ヨシップ・イリチッチはセットプレーにおいて影響を受けた選手を問われた際、セルティックにいた中村だ。彼は世界一だよと述べた。筑波大学体育専門学軍教授の浅井武氏は中村がフリーキックで蹴るカーブシュートの回転速度は毎秒7.5回転程度、ボールのスピードは 時速99.7から101キロで25メートル飛ぶ間に横に3メートル以上曲がると見る。また、ボールの回転軸が斜めであるため、ゴール付近で急激に落ちる軌道になるという。浅井は、中村は体を傾け、全身のバネを使って大きなパワーを生み出しているとも言う。また、ボールが無回転で揺れる、いわゆるブレ玉のシュートを打つことがある。 浅井は、一般的な、ブレ玉の蹴り方として、ボールの中心を蹴る足を押し出すように蹴る強く蹴るの3点を挙げるが、名古屋大学総合保健体育、科学センター体育科学部准教授の布目博之は、中村と、本田圭佑の蹴り方を、比較分析した上、中村の、ブレ玉の蹴り方について、本田より、内側の得意とする部分で蹴っている。それ以外の原理は同じだ。 と指摘した。ピッチに入り乱れる選手の位置を瞬時に把握し、的確なプレーにつなげるには、スポーツビジョンと視野の広さが必要と言われる。その中でもサッカーでは、わずかなスペースを見つける能力である、紳士力の重要性が指摘されている。スポーツビジョン研究会代表の真下一作は、選手の位置関係を立体的に認識するのが、紳士力。 日本代表ら J リーグのトップ選手と、それ以外の選手を比較すると、紳士力だけが、最も開きがあった。糸を引くようなパスを次々通す人は、位置関係を俯瞰できる能力に長けている。と述べ、また、中村の紳士力について、過去に、中村を指導した経験を持つ、浦和アカデミーセンターコーチの池田聖吾は、春は紳士力の数値が良かった。と証言している。 中村のフリーキックは世界的にも評価が高く海外メディアが選出する名キッカーのランキングにもたびたび選出されているまたコンピュータゲームにおいても能力値は概ね高く設定されており1万5千人以上の選手が実名で登場する FIFA17 ではフリーキック能力値9位となっている2020年1月に放送されたスポーツバラエティ番組 夢対決。トンネルズのスポーツ王は俺だ。スペシャルでは、サッカーボールではなく、ラグビーボールで、いつものスタイルで蹴り、25メートルの距離にある直径70センチメートルの的に一発で当てた。これについて、A 新聞、スコティッシュさんは、セルティックの英雄である中村が、ラグビーボールで敵にヒットさせる、驚愕のテクニックを、披露と取り上げた。 2020年4月、イギリスメディアの選ぶ21世紀の日本代表ベスト11に選ばれた。2004年に一般女性と結婚し、子供が5人いる。2012年には日本メンズファッション協会からベストファーザー賞に選ばれている。代表のチームメイトである中澤雄二や遠藤康人と仲が良い。かつてチームメイトだった川口農葛を、 師匠のような存在としたっている。解説者の中西哲夫と親交がある。その他の公式戦各本大会での成績は以下の通り、年代別代表フル代表。ありがとうございます。